エルンスト・ビルヘルム・ライネルトは、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットで、ある。エースパイロットとは、空中戦で5機以上の敵機を撃墜した、軍人パイロットを呼び表す故障である。騎士鉄十字勲章とそれより、上位の白用、剣付騎士鉄十字勲章は、戦場での卓越した行為や、軍事上のリーダーシップを発揮したものに授与された。 エルンスト・ビルヘルム・ライネルトは19、1919年2月2日に、ケルンリンで生まれた。1939年に、パイロットの資格を取得した後の1941年4月に、ウィーンに駐屯する第77戦闘航空団、補充飛行隊に配属された。その後間もなく、JG77、第4飛行中隊へ転属となり、バルバロッサ作戦に参加した。 1942年2月7日に、ライネルト軍曹は24機撃墜の選考により、空軍名誉杯を授与され、3月には、クリミア半島ので、JG77、第2飛行隊に所属して、飛行任務に就いていた。6月初めに50機撃墜を達成する前の5月に44機撃墜の、コーデ、ドイツ十字賞金賞を授与され、7月1日には、 騎士鉄十字章を授与された。7月23日に、ライネルトは、上空でペッアコーフポリエチレンマイナスに総発、爆撃機に撃墜され負傷した。退院後の9月に前線に復帰し、10月3日には3機を、撃墜して100機撃墜を達成して10月6日に103機撃墜の、こうで、白洋付き騎士鉄十字勲章を授与された。 1942年12月に、ライネルトは、ドイツアフリカ軍団を支援するために、トリポリの東から、作戦飛行を行う部隊に転属した。圧倒する、敵戦力にもかかわらず、ライネルトは、迅速に戦果を追加し続け、この戦争期間に、最も戦果を上げたドイツ空軍の、エクスペルテンの一人となった。 1943年4月16日にライネルトの挙げた戦火の一機は A 第244航空団長でエースパイロットのイーアングリード中佐のスーパーマリンスピットファイアであった4月20日にライネルトは勝位に昇進したチュニジアに遺棄されたメッサーシュミットボーイフレンド109胴体側面に整備口が開いているチュニジア脱出の指示が出ると ライネルト少尉は、シチリアへ飛ぶように命令を受けた。ライネルトは、注意と共に蒸気であるタンザのメッサーシュミット、ボーイフレンド1 9 g の胴体内に整備士を押し込めて離陸した。シチリアへの途上で、英海軍のグラマンマートレット機の変態を発見すると、ライネルトは過重状態の蒸気を敵変態へ向け一機の英軍機を背後から撃墜した。 ブジシチリアに到着するとライネルトは整備士を機外へ解放した。8月8日にライネルトはカーチス P-40 との戦闘後にミラッツォ近くの海上に上記の G-6 を不時着水させざるを得なくなった。10月に JG-77 第3飛行中隊の2、その後 JG-77 第1飛行中隊の中隊長に任命された。 12月に、ライネルトは、モンテカッシーの上空で165機目の戦火となる、スピットファイアを撃墜した。1944年初めに、ライネルトは、マラリアに罹患し、4月には、第27戦闘航空団の飛行中隊長の、注意として、オーストリアへ転属となった。6月に、JG27 は、連合国軍の進攻の前線のカーン上空へと、 回転となり、ライネルトは6月27日に、リパブリック P-47 サンダーボルトを撃墜した。その後ノルマンディ上空でさらに2機を撃墜したが、6月17日と7月5日の2度に、渡り負傷した。8月にライネルトの JG27 第12飛行中隊は、第14飛行中隊と解消され、再編成のために、ドイツ本国へ引き下げられた。 中尉となったライネルトはその後の1945年1月1日に JG27 第砲飛行隊の飛行隊長に任命され1月30日には隊員として白洋、剣付き私鉄十字勲章を授与された3月にメッサーシュミット目262を装備する第7戦闘航空団へ転属となったライネルトは715回の作戦飛行を実施し 公式認定で174機の敵機を撃墜、加えて16機を地上で撃破した。このうち103機は、東部戦線、20機は、西部戦線、51機は、地中海戦線での戦火であった。ライネルトは、また16両の装甲車両に加え6両の蒸気、機関車も破壊した。第二次世界大戦後から1950年代まで、エルンストビルヘルムライネルトは、 民間での事業に携わっていたが、1956年に、少佐の地位で、ドイツ連邦軍に入隊した。ライネルと中佐は1972年に退役した。ありがとうございます。